朝夕めっきり秋らしくなってまいりまして、涼しなったなあ。あの暑かった夏どこ行ったんやろな、もう来へんかったらええのにななんて思いながら、今日この素晴らしい宮古島区民祭りに寄せていただきましたが、これだけ大勢の皆さんがやはり、お集まりいただいておりまして、自然豊かなと言えると思うんです。ここはね、あの大阪はほんま緑が少ないとか言われてますが、スイート大阪2009というイベントを来年行いますけれども、もうすぐ横に大川が流れ、その川端を桜並木がきれいに彩って、こんなに素晴らしい街並みがあるやろうかと思うような宮古島区民祭りがこれだけ盛大に行われておりますのも、宮古島区コミュニティ協会の山野理事長をはじめとする皆様、委員会の皆様の日頃の苦労の賜物と、そしてその役員の皆さんを支えていただいている市民の皆様のお力の おかげでございます。どうもありがとうございます。本当にこの宮古島区市長になってから何遍も何遍も寄せていただいております桜祭りを皮切りにしまして、そして元気な宮古島の市民の皆さんにいつも葉っぱをかけられてます。市長もうちょっと元気出さんかい、知事に負けとんでとかねいやまあそんな言われても向こう若いです、社会にあってもこう今年で還暦ですわ言いながら、それでも皆さんの力をいただいてこそ初めて大阪がようなっていくんやという思いを日々新たにしております。ほんまに山ほど問題が多い大阪でございますが、今ほど大阪市も府も全国からいろんな意味で注目を集めている時があったでしょうか。昔はあったと思いますが、最近はどうも悪いニュースばっかりやった。そこで大阪を変えようやないかという勢いを今じわじわと見せつつあります。そして私この宮古島に来るたびに皆さんに力を頂戴しまして、実は地域安全対策本部というのを立ち上げました。つまり街頭犯罪の発生率をいろんなデータで調べてみましたら、どのデータを見ても大阪が政令市の中で飛び抜けてワースト1なんです。実は安心安全の街づくりという運動をだいぶ前からやっておりまして、地域の皆さんのご協力いっぱいいただいているにもかかわらず、それが数字になって現れてこない。よっしゃ、ここは大阪市から大阪府県にお願いしてお力を貸してください。なんでや言うたら、これだけ元気な市民の皆さんがいらっしゃるんやから、その市民の皆様の運動を横にいっぱいつなげていって、地域を見守り、子どもたちを見守り、子どもたちの安全を見守り、そして子どもたちが大きくなっていく姿を見守り、さらには一生懸命働ける、そして働いた後ゆったり過ごせる、そんな大阪にしたいんやという、その運動を地域安全対策本部として立ち上げました。来年の私の重要施策の一つとして私が持っております重点予算をこの安全、地域の安全ということに使っていきたい、このように思っております。それも実を結ぶのもここにいらっしゃる皆様のお力があればこそやと思います。安全な街大阪目指してどうぞ力を貸してください。一緒に前向きにいきたいと思います。よろしくお願いします。そしてこの宮古島区民祭り、今日あと少し、時間がございます。ぜひお楽しみいただきたいと思います。本日はありがとうございます。